ブリストルはアメリカ海軍の駆逐艦。グリーブス級駆逐艦の一隻。艦名はマーク・ランバート・ブリストル海軍少将にちなむ。ブリストルはニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で1940年12月20日に寄港する。1941年7月25日にパウエル・クレイトン夫人によって命名浸水し、 1941年10月22日に、艦長、C.C. ウッド少佐の指揮下収益した。収益後ブリストルは、北、大西洋での偵察及び戦団護衛任務に従事し、アイルランドへの7回の往復を行った。1942年10月24日、北アフリカへ向けての初の航海を行い、フランス領モロッコヌフェドハライの上陸作戦である、統治作戦に参加した。 11月後半に帰国し、バージニア州ノーフォーク沖で活動、1943年1月14日に再び地中海へ向けて出港した。4月にパナマ運河地帯を訪問した以外は10月13日まで地中海で活動した。地中海での任務中、ハスキー作戦、サレルの上陸に参加した。1943年9月11日に、 ブリストルは沈没したローワンの生存者70名を救助した。アルジェリアのオランに向かう戦団護衛中の1943年10月13日4時30分にブリストルは左限全部機関室に U-371 からの雷撃を受ける。ブリストルは巨雷の爆発により船体が分断した。火災は生じなかったものの動力及び電力。 通信がすべて失われ、艦は放棄された。爆発の8分後に、船体後部が沈み、その4分後に全部が沈んだ。ブリストルの乗員52名が死亡し、生存者はトリップ及びウェインライトによって救助された。ブリストルは、第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。